マイケン2年36億ツインズから FA となっていた前田健太がタイガースと契約合意したと11月26日日本時間27日複数の米メディアが報じた。契約内容は2年2400万ドル約36億円とのこと。2021年にトミー・ジョン手術を受けた前田健太は長期のリハビリを経て今季マウンドに戻ってきたばかり。復帰1年目となった今季は21試合に登板し6勝8敗防御率 4.23 104.1 回117奪三振ウィップ 1.17 という成績を残していた。35歳というベテランながらまだ先発ローテーションを守りきる実力を見せた前田には複数の球団が興味を示しており、中でもタイガースは特に強い興味を持って交渉していると報道されていた。タイガースは2014年に地区優勝したのを最後に低迷しており、9年連続でポストシーズンを逃している。これはエンゼルスと並び MLB 最長だ。はあ、ガチじゃねえか。デトロイト支部タイガースに決まったか。すぐさまの複数年契約すごい。ミネソタからデトロイトか、寒そうだね。万全なら10勝いけるんじゃない。故障もあるけど本当に根気よくプレーしていて年齢を考えても良い契約を結べたと思う。タイガースは近年は弱く、今は若手が中心のチームだけど、チュチュクは突出して強いチームがないから若手の成長次第では面白いかも。35歳で2年2400万ドルはすごいですね。円換算すると年俸の約2割は資産だからなおすごく感じるな。タイガースはエンゼルスと並んで MLB で最もプレーオフから遠ざかっているチームだけど、球界屈指の有望カブト・オケルソンやカッペンタと世代交代は進んでおり、今後一気に強くなる可能性を秘めている。そもそも今までがメジャーにいいねでされてて安すぎる。持ってる才能からしたらもっともっと稼げたはずなのに、やっと正当評価してもらえたね。やっとまともな契約をもらえた感じ。マイケンをずっと応援してたから嬉しい。2年活躍して40歳まではあれでほしい。マイケンならできそうな気がする。2年契約マットをした37歳で広島に帰ってきて優勝する黒田パターンに期待。まずはタイガースで怪我しないように頑張って。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。